おはよう、葵ちゃん。おはよう。いてえな、おい。おはよう、来たよ、葵ちゃん。遅刻だよ、遅刻。どんだけ遅刻するんだよ。ごめんごめん、朝ごはん食べてたらさ、遅れちゃった。朝ごはんだって、悠長に食ってる場合じゃねえぞ。ほら、こっちに来い、新人。今日何すんの、葵ちゃん。こんなとこ呼び出して。ステイ。ステイ？ここが今日、我々が働く職場となっています。え、何？刑務所？研究室だよ、研究所。あ、研究所か。俺もうやだよ。刑務所入るんだけど絶対やだからね。研究所で何すんの？死刑囚になってもらおうと思います。ジンダージが人体実験されると面白そうと思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしく。今回はあの被験体になってもらうから、しんちゃんが。被験体？俺が実験されるってこと？そう、そのアルバイトで呼びました。ちなみに青はね、こんな感じ。ははは、かっこいいだろう。それ何？それは研究員の格好。研究員なんだ、それ。さあ、なんかちゃんちゃん子かと思った。いや、ちゃんちゃん子じゃねえわ。よし、行くよ、しんちゃん。オッケー、行こう。こんにちは。何してるんですか？お前たち、こんなとこで何をしてる？青たちバイトに来たんだよ。おじさんこそ何してんの？バイトってことは、この研究所の関係者ってことか。私はこの研究所から通報があって来たんだが、この入り口で待ってるが、誰も出てこないんだ。お前たち、よかったら中の様子を見に行ってくれないか？仕方ないから見に行ってあげよう。そうだね。じゃあ見に行ってきます。よし、行こう。変な声だったね。ねー、ガチャンとか言ったよ。ガチャンって今。なに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 ？閉じられた。入り口閉まっちゃったよ、葵ちゃん。どうすんだよ。でも関係ないよ、葵たちには。あ、まあそっか。まあバイトするもんね、研究所で。俺、被験体になるバイトだからしたくないけどね。まあそんな敵人しんちゃんくらいしかいないよ。やだよ、絶対に。緊急事態発生。緊急事態発生。え、同じ事態だけど、大丈夫？直ちに施設の外に避難してください。施設の外に避難してくださいって言ってた。え、待って。ってことはなんかさ、研究所であって、俺たち閉じ込められたんじゃないの？やばい、もしかしたら何かの実験で失敗しちゃったのかも。しんちゃん、早く逃げないと。でもどうやって、あそこ開けるの、あの扉。しんちゃん見て、これ。あ、なんか書いてる。なんて書いてんの？扉を開放するにはセキュリティカードが5枚必要ですって書いてる。ってことは、あそこの扉を開けるには5枚必要なんだ。すごい頑丈だね、しんちゃん。5枚？めちゃくちゃめんどくさいじゃん。みんないつも5枚使ってるってこと？いや、そういうことじゃない。青、渡される前にさ、閉じられちゃったから誰かにもらわないといけないね。え、マジかよ。でもさ、なんか事故かなんか起こってんじゃないの、研究所の中で。いや、でもほら、もしかしたらまだ研究員の人とか残ってるかもしんないからさ、探してみよう。わかった。じゃあとりあえずなんか探すか。え、何の実験してるんだ、こんなとこで。何のために俺呼んだんだよ。だから、しんちゃんを被験体にして実験するつもりだったんだよ。葵ちゃんが俺のこと研究するってこと？そう。どんなバイトだよ、聞いたことねえよ。何これ？うわー、なんかすごいマガマガしいね。え、何これ？しんちゃん、誰かいるよ。誰？こんにちは。おい、危ないって、葵ちゃん。絶対こいつやばいって。すごい、見て、顔がぐちゃぐちゃだ。ここなんか書いてるよ。 SCP-096 って書いてる。あ、なんか泣いてる泣いてる、葵ちゃん。声がするよ、めっちゃ。え、待って、ねえねえ、餌投入装置だって。こいつ餌あげられるってこと？すげえ、動物園みたい。あ、ちょっとセーブもあるよ、葵ちゃん。何の？ゲームのセーブ的なやつなんじゃない？え、何？あの、死ぬ可能性があるってこと？いや、わかんないけど、なんかそういう研究してるから一応しとこうよ。そんな現実世界にセーブなんてあってたまるかよ。わかんない、そういうセーブじゃないかも。なんかそういう装置のことかも。あ、食欲をセーブするみたいなことかもしれない。ちげえよ。餌あげてみようよ。あげんの？待って、ほら、かわいいよ。ねえ、しんちゃん、早く餌あげてよ。見たいよ、ご飯食べてるとこ。これ、勝手にやっていいのか？もうやってみるか。見た、早く。餌投入装置、はい。あれ？餌、どう入った？どこ、ここ？あ、餌が入ったね。餌が入ったらどういうこと？しんちゃん、こっち。なんで？待って、餌、なんで俺中に入ってんの？どういうこと？やばいって、葵ちゃん！待って！
られちゃったみたいな。おい、食べられたじゃねえよ。あ、そういうセーブだったんだね。よかったね、セーブしといて。うん、セーブできてたわ、ここで。でもよかったね、餌の体験ができたよ、しんちゃん。なんで餌の体験、最悪だよ。でもね、葵ちゃん、奥になんかチェストがあったよ、チェスト。ほんとだ、チェストがある。なんか入ってた？いや、見てない。おい、見てこいよ、何やってんだよ。ただ餌に投げに行っただけか、お前。お前が行ってこいよ、なら。また行くの？ほら、見ててあげるから。また餌になんの？早く、早く。はい。早く行け！チェスト、チェスト、チェスト、チェスト！よし、あった、あった、待って。レベル1キーカードあった。やばいよ、見られてるよ、見られてるよ、しんちゃん見られてるよ。やばい、倒してやろ、お前、これ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 、おー、倒せそう、倒せそう、ほら、あー、おー、すごい、あいつ元気だね。元気だねって、しんちゃん取ってきた？あ、取ってきた、あった、レベル1のキーカード。やったじゃん、しんちゃん。なんでこんな危ないところに入れてんだよ、キーカード。しんちゃん何してんの、早く行くよ。分かった。おー、なんかめっちゃ暗くなったんだけど。なになになに、すごい、なんか電気が壊されそうになってるのかも、何者かによって。なんだそれ、誰もいないんだけど。おー、暗い暗い暗い、もしかしてもうみんな逃げちゃったのかも。待って、こっち側、こっち行けるんじゃないの、葵ちゃん。しんちゃん大丈夫、そんなにずかずか言って。うわー、真っ暗だ。さっきからなんか電気おかしいから怖いんだけど。そういう時はほら、しんちゃんが前に出るっていう約束じゃん。やだよ、なんでだよ。なんかいるよ。ほんとだ、なんかいる。おーい、結局お前が前行ってんじゃん。ほら、かわいいよ、しんちゃん。なんか、お尻が汚れてて。なんだこいつ、気持ち悪い。うお、暗い。 SCP-173 って書いてるよ、しんちゃん。 SCP-173さんってこと？うん、そう。ご丁寧にセーブモードよ。セーブ、セーブしとこう、セーブしとこう。セキュリティカードどこにあんだろう。見て、しんちゃん。ここにチェストがある。開けてみよう。オッケー。レベル2のキーカードゲット、イエーイ。待って、葵ちゃん。ん？あー、うわー、しんちゃん、動物園みたいで楽しかったよ。あの、捕食されてるみたいだった。お前のせいだろ、絶対に。なんでだよ、おっぱいが檻の中入ったんだろ。ちげえよ。すごい、でもちょっとかわいいね。もう次行こう、次。オッケー、じゃあ次行こう。次はもうこっちしか行けないから、こっち行こう。よし、しんちゃん、この階段の上に行ってみよう。マジ、まだ進むの？もう助け待とうよ、ここで。いいの、しんちゃん、食べられちゃっても。確かに、それはダメだ。じゃあ行こう、早く逃げよう。それも見たいから、しんちゃんだけここに行ってもいいよ。やだやだ、無理、一緒に行く。仕方ないなーって、おぉ、誰もいないじゃん。あ、しんちゃん、ほら、見て。あ、あるチェスト。でも、葵ちゃん、待って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 。待って、俺離れとこう。だってさっきみたいなんかさ、あったらやだもん。開けちゃうよ。おい、やったー、レベル3のキーカードだ。葵ちゃん、ん、扉が閉まったよ。おー。セキュリティカード取ったらセキュリティが発動するんじゃないの、これ。でも、このカードないと出られないじゃん。でも、出られなくなったらどうすんだよ。このボタンを押せばいいんじゃないの。それ押したら開くのかな。よし、ボタン押してみるぞ。ポチッと。待って待って、なんか落ちてきた。うわあ、葵ちゃん、やばい、どうしよう。葵ちゃんがやれた。やばい、倒せるかな、こいつ。いや、無理だよ、しんちゃん、諦めよう、もう食べられるしかないよ。大丈夫、俺なら倒せる気がする。行くぞ、見てろ、行くぞ。わあ、もう一瞬じゃん。あいつ強すぎだろ。怖い、しんちゃん。 SCP-682 っていうらしいよ。動物園のもぐもぐタイムみたいだった。もぐもぐタイム、やだよ、なんで俺餌なんだよ、毎回。あ、待って、おいちゃん、見て、あれ、おお、すごい、階段ができてる。行ってみよう、しんちゃん、急げ。よし、行け行け行け、急ぎ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 。あとレベル3まで持ってるから、あと2枚だ。よし、逃げろ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 。誰もいないね。あ、チェストあるよ。おいちゃん、チェスト、チェスト。あ、待って、すごい、武器がめっちゃ入ってる。うわー、ほんとだー、かっこいい、全部青の。しんちゃん、武器取った？よ
しよ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 し、なんかスノボー来たみたいだよ。イエーイ、スノボー来遊びに来た。あー起きる。これねえ、こわ、誰、もう誰だよ。いや俺にも武器ちょうだい。じゃあ配信ちゃん、ガスマスクじゃん。ねえ俺この帽子の方が可愛かったのに。何のチャンネルだよこれ。北海道スキーチャンネル、ようこそ。ようこそじゃねえよ。よし、じゃあしんちゃん、さらばだ。え、さらばだ、どういうこと。い、痛い痛い、おい。あいつ誰。あそこにもチェストあるよ。ほんとだ。これなんだ、あ、トーテムがある、トーテム。ほんとだ、全部青の。おいおい、飛んだって。おい、よし、全部青のだ。もう俺のはしんちゃんの分はない。あいつがめついな。あ、なんだここ、すごい、なにこれ。 SCP-049 だって。どんなやつなんだろう。そんなことよりカード探そう、カード。このチェストじゃない、これか。 SCP-049 ドキュメントだって。なんだろうねこれ。中入りたいのに入れないよしんちゃん。いけないね。なんかの研究してたのかな。分かんない、なんか秘密の隠れ家とかなのかもしれない。ほら、なんていうんだっけそういうのって。秘密基地違う、国運みたいな、地下とかに作るやつ。国防省。あああ、もう正解は核シェルターでした。ねえ葵ちゃん、その銃俺にもちょうだい。なんか葵ちゃんだけせこいんだけど。分かったよ、じゃあ葵に殺されても大丈夫のように不死のトーテム分けてあげる。殺すなよ俺のこと。3つ持ってるから、あと3回殺せるね。最悪、探してセキュリティカード。どこにあるんだろう。どこにあるんだよ。お、あった。あった、うん、開けてみるね。あ、あった、レベル4のキーカード。やった、ナイスナイス。よしよしよし、じゃあ帰ろう。帰ろ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 。こんにちは、出してください。また閉まったじゃん。死ねば出られる。いやだよ、死んで出るなんて。ちょっと探そう、出る方法があるって絶対どっかに。無理だよ。こことかなんかさ、操作してそうじゃない、ここ。うん、ボタン押してみようよ、ボタン。これかもね、これ。パチー、開いたかも、もしかしたら。行ってみよう。なんかいる。うわー、なんか出た。撃て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 、ほいちゃん。あー、ほいちゃん。双子の兄弟だった。双子の兄弟だった。うん、二人いた。あれがさっきの SCP だったんじゃない。セキュリティカードは今4つあるから、あと1個だよしんちゃん。あと1個か。あと1個どこにあるんだろう。あ、でもさ、まだ螺旋階段上の方までついてなかった。確かに一番上にもしかしてあるのかも。レベル5っていうくらいだから、きっと偉い人しか持てないセキュリティカードなんだよ。レベル5か。レベル5だと何が好き。稲妻11。あ、俺も稲妻11だと思うけど。そうじゃねえだろ。すごい、カフェテリアみたいな。ほんとだ、カフェテリア、休憩所みたいな。あ、しんちゃん、こっから出られるかも。あ、ヘリポートあるじゃん。出られない出られない。チェストがある、なんか入ってるかな。なんか本が入ってた。なんだこれ。逃げてくれよ。何者かによって SCP が暴走してしまった。俺は屋上のヘリで逃げる。やっぱそうだよ、 SCP たちが暴走しちゃったんだよ。もうしんちゃんのせいだよ。なんで俺のせいなんだよ。とにかくヘリで逃げるって言ってるから、もしかしたら青たちも乗せてくれるかも。屋上に行ってみよう。急げ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 。セキュリティカードなんてもうどうでもいい。そうそうだ、ヘリだよ。どこ。ヘリポート、ヘリポート上だよ。ヘリポート、あ、ここじゃね。これか、ここだ。しんちゃん、ヘリない。もう行っちゃってるじゃん。でもほら、チェストがある。もしかしたらここにセキュリティカードを残してくれたかも。そうだそうだそうだ、取っとこ、取っとこ。いや、ハム太郎みたいに言うんだよ。よし、じゃあ開けるよしんちゃん。オープン、レベル5のキーカードゲット。待って、葵ちゃん、なんか出てきたって。ゴリラ、撃て撃て、葵ちゃん。ねえ、葵ちゃんさ、武器使わないよね。これもう全部弾なくなっちゃったんだよ。全部なくなったのかよ。ねえしんちゃん、カードキー出して。青が開ける。はい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 、ありがとう。しんちゃん、出口に向かおう。よし行こう。バイト初日から溜まったもんじゃねえよ。うわ、あいつまだ怒ってるし、怖っ。やばいって、あいつ早く早く行かないと。逃げろ逃げろ、怖
んなとこで死にたくないっていうかさ、マジでバイト、何のバイトだったんだよ本当に。あ、じゃあここだよ、ここ、ここセキュリティカード、ここ。オッケー、じゃあセキュリティカード入れるね。入れて。ガシャンガシャン。セキュリティロック解除。一時的にドアのロックが解除されました。10秒後扉は閉まります。開いてる開いてる、急げ、取らないと、急げ、急いでいけないと、急げ、おいちゃん、よし、あー、やばい、やばい、出してー、やばい、しーちゃんが閉じ込められちゃった。あおいちゃん助けて。よし、もう見捨てるしかない。あおいちゃん逃げろー。あおいちゃん、そんなー